攻撃してくれ。攻撃、攻撃。見えた。ダメ。はい。はい。セブンイレブンで買ってきました。どうでしたか？いや、見てもない。でもない。でげん。裏だった。これです。なんだ、白餅たい焼きをセブンイレブンで買ってきました。カスタードクリームを包んだもちもち食感だそうです。だそうです。くださいな。はい、これこんな感じですね。まあ、うん、袋に入った状態、手が出せない。はい、これ袋に入った状態でちょっと悪いんですけど、こんな感じですね。じゃあ開けよう、うん、見た目はね、うん、食べてきます。はい、真っ白。ちょっとこれはね、ピントが合わないね。合いませんね。もうすごいピチピチしてる。あー、ピチピチしてる。やばい、ピチピチ逃げる。こいつ絶対逃げてくわ。泳げたいヤギくんになっても。毎日毎日僕らは鉄板も食べようか。はい。食べるの？食べてる。一口食べられた。お口。こんな風に食べた。どうしたのその口？ねえ、どうしたの？どうしたの？ねえねえねえ。はい。かじられた。はい。って感じでございますね。これちょっと切るとね、こんな感じになってます。うお、すげえ。すっげえ。切れない。伸びる。中にカスタードクリーム、こんな感じです。カスタードクリーム見にくいかもしれないけど、カスタードクリームです。どうですか？まだクリームまでたどり着いてない。あ、そうだ。あ、本当もちもちしてる。これなんだろう。これまたフラワーペースト使ってる。こんにゃくペーストを使ってるって、ね、あ、だからこんなにもちもちしてるんだ。へえ。でも言われると確かにこんにゃくっぽいの。うん、歯で噛むと綺麗に切れんだわ。へ、うん、これ美味しいね。うん、もちもちしてて、カスタードとの相性が最高だね。ね。でもこれカスタードがまた違うやつだったらまた味変わったんだろうね。はい、ということで今回はセブンイレブンのセブン&アイプレミアム白もちたい焼きカスタードクリーム を包んだもちもち食感を買って食べてみました。どうでしたか？美味しかった。美味しかった。うん、ちょっとでも、うん、あれかな、うん、甘いかな。甘い、うん、カスタードが。ああ、もうちょっとあれかな、さ、控えめでもいいのかな、甘さね。うん、うん、あんこ苦手な人あれだよね、これ食べれるよね。そうだね。うん、ただこれ甘さ控えめにするとダメだったかもしれない、生地との相性が。わかんないけど、なんとも言えないよね。まあ、でもたい焼き自体甘いか。うん、普通のたい焼きもあんこ入ってるから甘いもんね。うん、そこにあまり甘すぎってのを求めちゃダメだね。そう。といった感じでございます。ね、価格はね、138円、税込みです。値打ち、結構 安いね。ね、うん、まあよかったら皆さん食べてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ、また見てね。バイバイは、コスくんバイバイ。ハイタッチ、ハイタッチ。ちょうだいって言ってます。お魚さん、お魚くわえた講師くん。